階段アミーゴ。まあこれ聞かせていただいた話なんですけど、はい、これ男性の方で、あのカッタンさんという方で、あのライブを見に来てくださったりもされてるんですけど、その方がですね、今から30年前、もう中学生の時に、おばあちゃんが亡くなっちゃったんですよ。おばあちゃんが亡くなっちゃって、じゃあお葬式をするってなって、で、一緒に住んでた、まあ自分のお母さん、当時のお母さんと妹さんと、お母さんのお兄さんにあたる、まあ、おじさんですよね、うん、おじさん一緒に住んでて、でお葬式になるってなった時に、あの、まあ、その方さんの住んでるそっちの方というか、まあ、北海道の方なんですけど、お葬式の最後にあのそこの式場で、あの親戚でみんなで集まって写真を撮るっていう感じの流れがあるんですって。なのでその日もその方さんのお母さんが、まあ、カメラを持って、フィルムもちょっと多めのやつ、当時30年前なんでね、フィルムのカメラを持って、まあ、お葬式に行ってるんですけど、結構ね、まあ、何を思ったか分かんないですけど、最後の集合写真だけじゃなくて、割とあの途中 のお坊さんがね、このお経を読んでる時とか、うん、はい、みんなであの仕出しを食べてる時とかもすげえいっぱい写真撮ってるんですって。で、なるほどなっていう感じでそれを見てる。で、写真ができたら見せてもらおうぐらいの感じでいたら、それ、まあ実際ね、当時なんで、まあフィルムカメラなんで、写真屋さんに持ってって、現像してもらって、それを手元に戻ってくるんですけど、取りにお母さんが行ったら、全部あの現像できてますけど、ちょっと変なの写ってますよ、って言われたんですよ。で、本当に40枚以上撮ってて。で、それを見せてもらったんですよ。で、加藤さんも見てたら、その40枚以上あるんですけど、20枚ぐらいは、その、まあ広間というか、みんなが手を合わせてたりとか、お坊さんがそこでお経を読んでたりというところの、まあ、割とまあ開けた空間の中で、みんなが座ってる上も開けたような状態の、その上の部分になんかシルバーの丸が写ってる写真が何枚も何枚もあるんですよ。だから各写真にさっきはここに写ってて、さっきはここに写ってて、さっきはここに写ってて、さっきはここに写っててみたいな、20枚をこうやって連続で見ていくと、もうこう漂ってる感じに、空中を、はい、っていうのを見つけて、うわーってなって、お母さんと見て、なんか写ってるね、シルバーのってなった時に、でも2人して、でもこれもしかしたらあれかなって話になったのが、その最後亡くなる、おばあちゃんが亡くなるってなった時、おばあちゃんがまあ体調も悪いんですけど、その入院先の病院から、もう今日か明日です、お見舞いに来てあげてくださいっていう連絡をもらって、で、お母さんと妹とおじさんとお見舞いに行ったんです。で、お見舞いに行って、で、日中のうちは何もなくて、で、そのまま私たち帰るからねって言って家に帰ってきて、で、夜ね、おじさんがお風呂に入ってた。したら、お風呂の方から、おい、開けてくれ、開けてくれ、おい、おい、みたいな声聞こえてくるから、うん、何と思って、バーって言ったら、お風呂のドアが開かないんだよってガンガンガンってやって、開けてくれ、開けてくれって言ってんですよ。で、と思って。で、そのお風呂のドアっていうのが、その、真ん中で折りたたむタイプの、すりガラスのやつで、鍵もついてないから、開かないってことないでしょつって、向こうから開かない開かないって言ってるから、こっちからやるけど、あ、開かない開かないって言って、で、何何って思ってそしたら、そのうち、開いた開いた開いた、うん、みたいなことがあったんです。で、ああよかったって言って、でおじさん普通に出てきたっていうのがね、夜の11時過ぎぐらいにあって、で、その後カナンさんは当時中学生なんで寝てて、したら早朝ぐらいにもう部屋でガサゴサ音がして、まあ起きるとお母さんとかがもうなんか外行きの格好みたいなしてて、帰ってきたのか今から出るのか分かんないけど、あ、どうしたんだろうと思ったら、あんた支度しなさいって言われて、もう服着なさいと、おばあちゃん亡くなったよって言われて、はあって聞いたら、どうやら、まあ、病院からね連絡が来るんですけど、亡くなった時刻が11時過ぎらしいんですよね。で、ドアが開く開かないのやり取りしてたあの時間帯っぽいなと、はあ、なった後に、で、まあじゃあ支度するってなって、で、おじさんが結構細かい人で、戸締まりとかも必ずするタイプ。だから寝る前に家のもう玄関とか窓とか全部戸締まりも鍵もしっかり閉めるタイプなのに、
なぜか起きたらお風呂場の窓だけ開いてたらしいんですよ。で、さっきのあれもお風呂場だし、起きて開いてるのもお風呂場だし、なんだろうみたいなことがあって、お葬式やってそれが映ってるから、ああこれはもうおばあちゃんだねっていう話になって、あそうかもね、じゃあ悪いもんじゃないねみたいな話をしてたんですよね。で、そのまま20枚面白いっつって、すごいなんかシルバーのが本当全部映ってるっつって、でうわーって見てってたら、まあそのうち別の仕出し弁当を食べてるシーンとか。で最後にみんながあのずらーって揃って2列にね並んで20人ぐらいが親戚がずらーって並んでる写真になって、その並んでる両サイドにそこのお葬式の会場が用意したその花が、花輪というかあれが両サイドにあるんですけどね、それ見た時にうわーって思ったんです。両サイドのその花っていうのは、まあ、輪っかの状態でお花がバーってあるんですけど、それが全部顔なんですって。ええー、無表情って言ったらいいのかわかんないけど、なんか本当に無というかこのっていう感じの知らない人たちの顔がそこにブワーってあって、お母さんとそれ見てうわーってなって、何これってなって、お寺に持っていこうって話したんです。でお寺に持っていくことになったら、まあそのお寺の住職さんに、あこれあのそうですねと、あの正直このシルバーの玉はあの悪いものではなさそうなんですけども、でも良くないものも映ってますね。これとりあえず40枚全部こちらであの、まあ、処置させてもらいますみたいなことを言われて、まあ、お渡しすることになったという経験があって、うわーすごかったなと、まあ、おばあちゃんかもねっていうのが映ってたみたいなのも神秘的なんだけど、まあそういうお葬式の場所柄なのか、まあ、そういったものもそれはそれで映ったりって写真でそういうことであるんだなっていう経験をして、それからね、それが30年前なんですけど、10年ぐらい前にたまたまその話にお母さんとなって、でお母さんとその話になった時に、あの時のあれすごかったねとかつって、さお母さんが、あそうあんたはねもうあの花がね顔に見えるとかって言って怖いってなってお寺持っていこうってなったけど、あんたその後の数枚見てないと思うけど、みんなでご飯広場で食べてる写真があるでしょ、あのみんなが食べてるところに首から上だけの男が普通に一緒に写ってたんだよって言われて、そういうのもあったんだって後から付け加えられたという話です。はぁ場所なのか、はぁなるほど、確かにおばあさんも来てることは来てるんでしょうけど、うん、だけじゃないないですね、うん、なんかいろいろ集まってきてたってことですかね、うん、そうですね、へぇ、うん、怖いっすね、でもなんかなんかね、まあおばあさんは確かにこう いたっていうのはちょっと温かいものもありますけれども、うんはい、なんか違うものもふっと迷い込んできてたってなると、うん、なんかね、うん、まあそのもちろんおばあさんが悪いとは言わないんですけど、まあおばあさんがそこにまあ来やすい環境ってことはつまり、はい、他のねものも来やすい環境を何かしらの作用で作れてしまっちゃってたんじゃないかみたいな、あでたまたま写真をその最中も撮ってるからそれができただけで、うん、他のこれがまあ、加藤さん言うには、うん、いや最後に集合写真撮るのはまあうちの地方ではあることなんですと、うん、途中撮んないですよと、うん、しかも実のお母さんが亡くなった葬式で、うん、それがもうそもそも不思議だったっつって、うん、ああ、うん、まあいつもの風習は最後に撮る、最後だけ撮るっていう、うん、で話だったんですね、無意識に変な行動をすでに取ってたっていうことですね、ってことですよね、うん、やっぱ聞いてておかしいなと思いますもんね、うん、やっぱなんで写真撮るんだろうって途中ねおかしい、あでもやっぱそういうの起こるとやっぱ現象映って、うん、